国内女子、GMO インターネットレディス、サマンサタバサグローバルカップ初日、16日、イーグルポイント GC、茨城県6657ヤード、パー72濃密な3ヶ月間の海外遠征。帰国後の自主隔離による2週間のブランクは、渋野の雛子を少しナーバスにさせた。3月末以来の日本ツアーは、 スタートティでどうやってスイングしたらいいかわからないくらい緊張した。1番。1W ショットは右からフェアウェイの端に出てきて。怪しいあたりのアイアニショットもなんとかグリーンに残り、パーオン成功。記録的には危なげないにパットパーで思わず胸を撫で下ろした。3バーディー。2ボギー。 71の復帰ラウンドには手応えと心残りが入り混じった2番で右から5メートルのフックラインを読み切りカップに勢いよく流し込んでバーディを先行5番パー3では UT でティーショットを打つとチャンスメイクを確信したかのように放物線から一旦目を切りピンそば1 5メートルにピタリ。左ラフからの2打目を4メートルにつけた6番までに2に連続バーディを奪った。自分への期待以上の好発進も予感させた中盤に勢いは失速した。8番、バー5。フェアウェイバンカーから 5UT での第2打を目の前の顎にぶつけ。3打目でグリーン手前の花道に。 運ぶのがやっとで4オンにパットのボギー。その後はチャンスを生かしきれない展開が続いたが、3パットボギーの最終18番までパーを並べたことには意味もあるという。ミスショットの幅をどこまで許すかを決めてスタンスを取っている。大体のボールを自分が許せる範囲に置けた。常に、 リスクと隣り合わせのベイツアーのセッティングでの経験を重ね、マネジメントへの意識が一層高まった。安全なエリアを都度確認し、ターゲットを選択。一人で考え込んでやるよりは、試合中に溜まるものを言葉に発すると気持ちも楽になる。切り替えも早くなると感じたと、ストロークごとに、 キャディに意図を伝えることで精神面もコントロールしている。初日から1日の上限2000人のギャラリーの多くを引き連れた。久しぶりにたくさんのお客さんの前でやったので楽しかった。コロナ禍で大きい声が出せず、声援は控えめでも嬉しかった。これこそゴルフだなって。 一方では18番終了直後のスコア提出前に、サインをねだる、傍若不人な来場者の姿もあった。部の日向子にとって少しばかり順応に時間がかかりそうなのが、高温多湿から来る、うだるような暑さ。4月にタイとシンガポールを経験したから、マシかなと思っていたけれど、 ベトベトした感じは何年経っても慣れないなって。乾いた風を浴びてプレーした海の向こうが恋しくもある。トップとは8打差の1アンダー46位でのスタートは、試運転への満足感も含みつつ、伸ばしきれなかったのは悔しいのも本音。明日のピンポジションによってはもう少し短いバーディーパットを打てたら、 メリハリが今日以上にできるように、許容範囲が狭くなるたびに、成績への熱量も高まっていく。ヘマをしないゴルフ支部の日向子が語る東京五輪代表、稲見萌寧の凄さ先月まで、東京五輪代表の座を争っていた支部の日向子と稲見萌寧が、この日同組でプレースタート前から、 仲良く会話をするなど、終始和気あいあいの雰囲気でのラウンドに、渋野ひな子も最後までスムーズに回れた。楽しかったと笑顔で振り返った。開幕前、稲見との組み合わせについて、今シーズンかなり勝ちまくっている。ゴルフで吸収できるところは参考にしたいと話していた。 そして実際に回ってみて感じたのはヘマをしないゴルフだということ。今日もモネはノーボギーでしたが、落とすところがなさそうな感じでした。ドライバーも外してはいけない。狙えないところに外さない。アイアンで乗らなかったとしても、寄せやすい花道。そこからしっかりパーを取るそれだけではない。 守備一辺倒というわけでもなく、メリハリが効いていることも感じ取る。パー5でしっかり取ってくる。今日も2つバーディ。一方、私は一ボギーでバーディなし、3を感じましたね。ベイツアー。特に海外メジャーでの経験を経て、マネジメントは、 特に大事と感じたと、渋野ひな子は言う。それができている後輩に、大いに惨事を送った。国内復帰初日の渋野ひな子は1アンダー46位、第ジェルピーがツアー2020から21シーズン第34戦、GMO インターネットレディース、サマンサタバサグローバルカップ、7月16から18日、イーグルポイントゴルフクラブ、 茨城県大会初日が16日に行われ、国内復帰戦となる渋野日向子は3バーディー、2ボギーで71位をマーク、1アンダー46位体と出遅れた、若林舞子、野沢真央、浜田真宏の3人が63で回り、9アンダーで首位に立っている、 東京五輪代表の稲見萌音は4アンダー10位。前回大会優勝の小祝さくらは5オーバー113位で、初日を終えた。次のオーディオビデオでお会いしましょう。